ヤケウィング、ヤクンテと申しますぞ。今回も前回に引き続き、ノーマル技が、悪帝技な感じで入る、ヤーディでランクバッチに戻っていきますぞ。メンツは、キスミタックルの、ヤローニャ、ハイパーボイスの、ヤンフィア、目覚めるダンスの、ヤドリドリ、ハイアタリ、ジタバタハネルの、ヤイキング、変身のヤタモン、そしてバコンパのヤトリンダーで、ランクバッチに潜っていきますな。では、試合まで勝った以外、アリエン。対戦相手が見つかりましたな。七なし対戦、よろしくお願いしますぞ。ファイナルパーティーは、タルプル、ダークラーク、チオハオファネ、ヌメルゴン、ハラバリ、レントラー。では、7なし対戦よろしくお願いしますよ。お相手の人は、誰だ、チオハオファネ。来ましたな。では、こちらはヤドリドリ、4倍弱点叩き込んでやりましょう。問題は、どちらを打つべきか。ここはダブルイングで。突っ込める。さあ、電気はおりますが、あらばり、おんしか。さあ、ここでテラスタルを切るかどうかなんですよな。ダブリン、これは全然入りませんな。あ、絵は無振りですので、こんなもんでしょう。充電は結構なことですが、やろうには受け出して、その後のストーンイッチで結構いい感じな負担がかかるんではないですかな。さあ、放電でも何でも打ってくるといいですぞ。アローラチャンピオン、ヤローニャ。カモン。アローラチャン。展開使えますな。で、ドークロップ以外には岩技が通りいいので、ストイッチがやる。はーい。なーにやってるんですかな。これはいけない。水浸し。タイプ1が消えてしまいましたな。これで電気技打たれるとまずいですが、ヤタモン出してもなんですよな。これは不一致ストーン1で削って後ろに繋ぎましょう。ドン、一応せなくても確認は取れてますな。で、変えた電気はもうここで消費させるので、おっと、ここ回復されますが、目覚めるダンスでさすがに削りきれますな。という判断で、という判断で全回復されましたが、あといってこの相手にヤタモンを出しても仕方がないので、ちょっと悩むふりぐらいした方がいいんですかな。そこで出たらテラスタルがバレそうではあるんですが、よしそうな、ヤドリドリ。結果的にテラスタルで殴るべきでした。いきますぞ。ふっ、えい、うお、でかい、でかいっちゃでかいよ。この星大きすぎるよ。あー、いきなりブログを出すとやめていただきたいというと、目覚めるダンス打ちます。ここは地面タイプになった目覚めるダンス打ちますね。第一タイプ3勝ですぞ。素晴らしい負担ですな。で、このターンはおそらく何のダメージも受けないので、しっかりと効果してますな。で、交代は読んだ方がいいのだろうか。ここ風で倒せるとも思えないんですが、パパッと落としてやりますぞ。撃破がありえない。さて、先ほどとっととテラストロを切っていればという結果論がここにあるわけですが、まあそんなことはいいんですな。反対面見せてくれることでしょう。これで出てこないなら、タルプルという話になるんですかね、ダブラーク。さあ、ややこしいテラスタルがありそうですな。こんなにまっすぐに弱点をつける状態ですので。ここはヤタモンに交代があり。入ってくるんですぞ。親友のヤタモン。変身。さあ、これ。相手はもちろんテラスタル。で、これが何なのかが分からないということなんですが。ドン。悪。なるほど。悪に対しては弱点を、ちょっと術がないんですが、まあ、このドックロックは格闘技、剣のマイコ、格闘技持ってないってことはないでしょう。そこでドン。
ゆういちドレパン毒好き。こちらへの有効ではないのでは？あといってドレパン一発で持ってか、まあ持っていけないにしても撃つべきでしょう。でもドレインパンチ。半減でこれですので、等倍だと似たようなダメージが入るというわけですかな。ドレインパンチ！一撃がやり得る。楽天ですからな。そして、チュルチュル。どっちが先に動いても結果は変わりませんな。一撃がやり得る。さあ、あとは、チュウハウを残すのみ。相手のテラスタロを無駄にしてやりましたぞ。相手の技構成は割れておりませんが、ろくな有効打がないと言いつつ、一度くずきは通る。交代した方がいいのだろうか。いや、そのまま行きましょうか。ラップズキ、ドババン。悪くない。で、お相手は身代わり。身代わり交代すると思いましたかな。こちら上取っておりますので、というか、まあ別に何を考える必要もないんですが。ここでのかゆみは犬一人ですからな。で、相手の選択はカモン、朝の日差し。玉ダメだけで落とそうという魂胆かもしれませんが、それは回復が追いついてないのでは。お気づき惜しい。惜しいですが、引っかかる。こんな技では落とせませんぞ。で、ここで不意打ちにみたいなことをする必要は全くありませんな。ゲケがやり。では、ナナナ死体戦艦車がやり。対戦相手が見つかりましたな。RF 死体戦よろしくお願いしますぞ。相手パーティーは、マウンボウ、バルジーナ、ランドロス、ガチ、グーマ、ハーバタ、カミー、パオジャン。では、RF 死体戦よろしくお願いしますぞ。お相手の初手はマスクマスター、パオジャン。クロス、うちのヤローニャ。どちらが勝つかは明白ですな。ここは当然ロックブラストがやり。好きなケアもしっかりできておりますぞ。聖剣でも何でも耐えてやるんですな。相手が引くなら引くで。バチグマへ、ワンハンギネの聖剣でいいですな。耐えるがやりえない。危ないですな。しかし、耐えたものは耐えたんですな。ロックブラスト。巻きなんで余裕です。あー撃破がいい。ありえ、あー一番厄介なところをテラスタルも使わずに倒せたのはいいですな。さてヤローにはもう正直何もできないでしょうが、一応ガチグマの上ぐらいは取ってるんですかな。アマンボウよりも先に動ける気はしますが、なのでその他が出てきて軽く上からポーンと倒してくる。おっとガチグマ、ガチグマへは攻撃したくはあるんですが、まあ、こだわってますし、一旦引いてまで何かをしたいというほどではない。ここ別に置いて地面技である必要もないので、一旦に他の技に矢取りを受け出して、大ダメージを負う必要はない。真空波、うん。問題ないですな。問題は、ヤタモンでガチマと打ち合うのが、気が進まないということ。ですが、矢取りよりも打ち勝てるわけではないので、削り合ってヤドリドリがラスイチも倒すしかない。よっしゅん。これはちょっと2が重い気がしますがな。あそこでドン。まあこんな感じになりますよな。フラットムーンで。お互いそうでしょうが。お互い一発耐えて、その後の真空波合戦がどうなるかですな。お相手テラスタル。ノーマルテラスタルはちょっと耐えませんな。ドン。そうですよな。なので先に動いて削ってくれないと、お話にならないんですが。ブラッドムーン。よく動いてくれましたな。おっと、一撃がやり。C、BC ぶり。BC ぶりだったんですかな。これは、やたもん。ナイス、同速勝ち。さあ、ブラッドムーンは連発できないということを忘れてはいけませんな。ラストがはばかみなら、このまま相手したい。あ、マンボウ、お主か。
再生力使いですが、ラス1にした時点で再生力は関係ありませんな。ここはもちろん大地の力です。水弱点は果たして消した方がいいのだろうか。ドン、これならブラッドムーンで押し込めますな。お相手はヤーコース。なるほど。あとはヤドリドリに任せますな。寄せそうなヤドリドリ。ミラーコートなんて知ったこっちゃありませんな。ボフで必殺ボフやれますな。少し嫌いんでさ、まあ混乱まで引いたのはいいでしょう。水技が飛んでくるんですかな。あ、来い。やりましたな。ではせっかく残ってるんで、照らしたりしてしまいましょう。いきますぞ。ねえ。おかしか。うお、でかいでかいじゃ、でかいよこの地球、大きすぎるよ。あーいきなり、裏声出すのやめていただきたいと言うそう。ダンス打ちます。ここは目覚めるダンス、地面タイプにして打ちますね。これで、当倍ですな。で、怪我あり。では RFC 対戦開始がやり。ここまでご視聴感謝がやり。というわけで今回はヤタモンの紹介をしますぞ。いやー、厳選苦労しましたが、カーニバルさんのプレシャスメタモンですぞ。テラスタイプはフェアリー、まあ、主にドラゴンを見るためのフェアリーですな。ドラゴンミラーにしましてフェアリーテラスタルをしようといった考えですな。もしもの命の玉は、お相手の何に変身しようと物理でも特殊でも補正がかかるのが素晴らしいですな。で、技構成はこれしかありませんので考えるまでもないですぞ。努力値は HA となっておりますな。まあ、こいつは基本的に HP しか使いませんので。で、攻撃はもし変身できないという場合に悪ガキをするための努力値ぶりとなっておりますな。まあ、正直悪ガキしてる時点でというのはありますが、負担をちょっとでも大きくしようといった感じですな。で、レベル50でのステータスはこんなところですな。HP155。で、素早さは個体値0を粘っておりますぞ。こやつは遅ければ遅いほど有利ですので、例えばお相手に威嚇されてから変身すれば、変身したことにより威嚇を無効化でき、こちらから威嚇を入れ直して一方的に威嚇することができますな。で、メタモンミラーでも大変有利ですぞ。で、こやつはプレシャス個体ですが、特に特別なリボンはないので、仲良しリボンをつけておきましたぞ。じゃあ、ここまでご視聴感謝会、ありがとうございます。